矛盾の呪い。人を愛するほど周りの命を奪い、人を愛さなければ命を奪わない。木々を枯らし、動物の命を奪い、そして人の命も。それ以来、私はギルドに顔を出さなくなりました。あてもなくさまよい、いくつもの命が消えていった。そして1年が経ちました。探したよ、メイビス。セレフ、辛そうだね。もう半年ほど食事をしてません。でも死ねないんです。それがアンクセラムの呪い。たとえ首を切り落としても死ぬことはない。お願いします、私を殺してください。僕には不可能だよ。そして君にも僕は殺せない。僕も初めはそうだった。いや、今でも死ねたら楽だとは思っているよ。だけど少しだけ考え方を変えてみるんだ。僕たちには無限の時間がある。僕はエーテリアスという魔物を作り出した。そう、自分を殺すために人外の力を利用しようとしたんだ。結果はまだ出てないけどね。今は国を作る。